アフリカ行って、キリマンジャロに登って、その麓で、ライオンと隣にキャンプしてみたとか、アラスカの山の上へ行って、もうバイキンの一つもいないような道の中に暮らしたとか、まあそういうことがやれるわけ。新入生の方にはどうも入学おめでとう。ところでこれから早稲田大学で学ばれるわけですけれども、建築に希望してこられた学生諸君だと思いますけれども、あんまり建築にこだわることなく勉強された方がいいと私は思います。少なくとも学部4年間あるいはさらに大学院2年間というものがこれからあるわけでしょうけれども、その間に皆さん一つ何か一つだけでもせめて日本一になると、これは麻雀でもいいし囲碁でもいいしあるいはスポーツの部分でもいいし、何かそういうことで一つ俺はこの 4,5 年間の間に日本一になってみせると、できれば世界一になってみせるというような計画を立てられることをぜひお勧めしたいと思う。一つやればそれがつながって幅広くいろんな道に進むと思います。やがて建築をやられるときにはそういうものも役に立つだろうというふうに思いますし、建築は幅広いですからどの道からでもアプローチできるように思います。私たちのところはそんなふうな態度でみんなが集まって勉強しております。さてアンカレッジの住宅地でマッキンレーへの準備が始まりました。靴を調べる吉坂隊長、石油コンロの点検、食料品も2ヶ月分たっぷり詰め込みます。ベースキャンプは高度4000メートルの地点に作られました。ここでまず隊員を紹介しましょう。吉坂隊長、記録をつけています。全員6名が揃ってただいまささやかにお食事中です。手法アタックの10日前、明治大学の河野隊長らのパーティーが進んできました。早稲田、明治の両隊員はお互いに徒長成功を固く誓い合いました。いまだ何人も寄せ付けなかった新ルートの徒長に成功、これは早稲田ルートと名付けられました。
大学セミナーハウスというのが八王子にございます。今後の新しい大学の在り方としまして、学生、教師ともどもにここに合宿しながら生活を共にし勉強をしていこうということでありますが、まずこの宿舎群の方から少し細かく見てみたいと思います。宿舎の方は私どもとしては、やはり個人の確立というものがなければセミナーは対等に発言が出てこないということで、独立建てにすることを考えたわけであります。中央の向こう側の方に見えているのがセミナー室で、その周りをぐるっと囲んでいるのが独立のユニットで、寝室になっているわけです。でその前に、中庭がありまして、この中庭に面してみんなが出入りするということで、集団としての意識が、参加の意識が、十分、形の上から与えられるではないかと思います。建築や都市計画に携わる我々は、これら技術の独創から来る汚染、あるいは経済の独創から来る自然破壊、そしてエゴの独創から来る歴史破壊、そのそれらの独創のために一体どんな風にして一つの美しさに統一したらよいのか、その道を見出そうとしてみんな苦心をしております。